おはようございます。舞台美術大道具の寺岡です。新しい機械を自作しています。ジグソーを使って自動切断する自動ジグソーです。前回試作のガイドレールを作り、自動で切断、自動でスイッチが切れるようにしました。しかし切断中に問題が起きました。今回はそれの続きで、問題の対策と試作の段階を終わりにして、実際のガイドレールを作るために方針を決めていきたいと思います。まだ前回の動画をご覧になっていない方は、上のおすすめか下の説明欄に書いておきますので、よろしければご覧ください。前回切断中にジグソーの動きがおかしくなりました。ジグソーと重りをつけた台が重力で切りながら降りてきます。しかし降りる速度が遅いです。いろいろと確認していたら、そのうち普通の速度で降りるようになりました。しかし最後の切り終わる直前でまた降りる速度が遅くなりました。いろいろと見ているうちに最後まで降りたので、スイッチが切れました。ちょっと一番下なんか引っかかったんですかね。一番下まで行ききれてなかったので、スイッチが切れなかったようです。最初の方もなんかスピードが遅かったですよね。なんか引っかかっていたのか、何か問題があるのか、なんだろう。とりあえず問題はさておき、切れた状態を確認してみます。長いものは初めて切るので、直線に切断できているか確認します。カットのラインは出ていると思います。あとこの C クランプ、これで止めていました。で、前回はこれで止めると、こう振動でずれていったりして、ひどい時はこれがもう落ちてしまって、止めてるものがなくてベニヤがもうバタバタ言うようになって危なかったんですが、ガイドレールの隙間が前回よりないように作ったので、この C クランプでもずれなくなって、これで止めるのも問題なさそうです。今裏側からいろいろ見ていたんですが、外れ止めの材料をここまでしか打っていません。この先が伸びていません。これをこう上げて、上げた時にこの外れ止めがここまでしかないんですよね。で、これ全体がこう前に倒れるような状態になると、今は下に落ちないですよね。多分さっきもこういう状態になっていたのかなとも思います。ここから見るとこちら側にこれがたわんでいます。これが実際はここまで行くんです。このレールと平行に今なったんで、下にグッと落ちたんですが、これがこういう状態に近くなっていたんだと思います、ね、これ今また引っかかって下に落ちないから。あとはここで継ぎ足しているので、継ぎ足しのところで直線が出ていない感じもあります。まあ、一応上げて大丈夫ではあるんですが、前に垂れ下がったのとか、ここら辺のついでる問題で最初引っかかって切り始めのスピードが遅かったと思います。今試作品なんで、実際に作るときは横のガイドの角材は1本のつなぎ目がないもので作るので、あとここの外れ止めの部品も継がないで1本で作る予定なので、それが問題なら解決すると思います。それで一番下なのですが、ここにゴミが少し詰まっていそうなので、これのゴミで一番下まで行けなくてスイッチが切れなかった可能性があります。これはここにゴミがたまらないように何かすれば解決すると思います。ここにスイッチをついています。このスイッチをこの材料がこう押してスイッチが切れることにしていましたが、遊びというか隙間が多かったので、今ここにビスをつけました。このビスをつけたので、元より4ミリぐらい下でスイッチが切れるようになりました。一応スイッチの遊びはあります。これビスなので、この緩めたり締めたりすればスイッチの切る微調整はできると思います。もう一度 5.5 ミリベニヤを切ってみます。それでこの今まで幅があるものしか切っていませんでした。ここに C クランプがこういう風にしか押さえられないからです。このぐらい幅があるものしか切っていませんでした。細い幅のものを切ってみます。 C クランプここまで押さえられないので、両端に細い材料を固定して、これで押さえることによって間接的に材料を押さえています。これで切ってみます。
それで先ほど問題になったジグソーと重りがこちら側にたわんで下に折りにくかったのがあるので最初だけ押さえておきます。スイッチを入れます。また刃が折りなくなりました。ちょっと今事故があって裏返すと今刃が折りてこなかったのは先ほど映像を撮るときに邪魔だったのでコードをこちらに引っ掛けました。ジグソーのコードも引っ掛けていたので下に折りなくなっていました。とりあえずジグソーのコードが引っ掛からないようにして続きからカットします。次は下まで行ってスイッチが切れました。まあ今コードのアクシデントがあって止まりましたけどそれ以外は問題なかったです。このクランプでこのベニヤを使って切るものを押さえたのも問題なく切れました。今切っていて刃がこの表側にずっと見えているというか出た状態で切っています。危ないかなと思うのでこういう板とかを上につけれるようにすれば不意に当たるとかそういうのがないと思うので刃のカバーというかこういうものも考えてみようと思います。それから切断スピードも今ぐらいならいいと思います。次はこちらのベニヤをここのラインで切ってみます。こういう風にカットするのですがここが C クランプで止められないのでこういう場合はちょっともう上げてこちら向きの方がやりやすいかな。ちょうどここスリットのところで切れるのでここに合わせて上はこここっちが押さえられないので押さえの材料を入れて間接的に押さえます。これでカットしてみます。切れました。ちょうど鉛筆の墨残しで切れている感じです。4ミリベニヤなんでちょっと切り口がすごいギザギザですけどこれはまあウエイトが重すぎてやっぱりカットするスピードが速すぎてギザギザになっているんだと思います。これはスピード調整できるように何かした方がいいと思います。4ミリでこれで3ミリベニヤだともっとバリがすごいいっぱい出ていたので重りの調整ができるものを考えたいと思います。最後に横から切るところを移して終わりにします。一度ジグソーを上げます。この 5.5 ミリベニヤを最後に切ってみます。刃がもう少し上ですね。ちょっとまた落ちてこないのでこれは何かケーブル類は引っかかっていないです。硬いね。ちょっと原因を探ります。調整して軽く動くようになりました。問題としてはここでつないでいるんですがここが大げさに言うとこちら側にくの字に曲がっているようなまあかすかになんですがそれで動きが渋かったのがあると思います。あとジグソーと重りをつけてる9ミリ合板が塗装してあってこのガイドの材料も内側を塗装しててまあ塗装が張り付くというか抵抗になって動きが渋い時があります。実際に作る時は塗装してない材料で敷居滑りとかも入れて滑りを良くしたいと思うのでその点が問題だったら解決すると思います。あとはやっぱり前にこれが重さで垂れてきているので少し縦気味にしてまあ、やれば結構動きはスムーズというか引っかかりがなくなるので少し調整したので改善はされていると思います。それでは気を取り直してカットしてみます。まあ動きも大丈夫そうですね。スイッチを入れます。
ようやくうまくカットができました。ということで、今回の動画、試作のガイドレールでの検証はここまでにします。次回から実際のガイドレールを作っていきます。性能の目標は最大切断長さ3尺 909mm ベニヤ板の短辺です。そのぐらい切れて切断厚さはとりあえずこのジグソーでできる範囲で考えます。今のジグソーとブレードでも 25mm ぐらいは切れそうです。ジグソーとブレードを変えれば 100mm ぐらい切れそうですが、それは今後考えてみます。機能面で今より追加したいことは、切るものに合わせて切断スピードを調整できるように、重りの増減ができるようにしたいと思います。実は自作のパネル層はスピードコントローラーで切断速度を調整できるようにしています。同じようにしたいのですが、スピードコントローラーがちょうど壊れていて使えません。切断スピードが調整できるジグソーもありますが、今ガイドレールにつけているジグソーはスピードの調整ができないので、重りの増減で調整したいと思います。またブレードが前に出ていて危ないので、カバーがつくようにしたいと思います。今後実際に作りに従い、いろいろと変わっていくと思います。今回は試作のガイドレールの問題確認検証をする動画でした。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではさようなら。おまけです。ジグソーの刃をリサイクルして使っています。よくあるタイプはこちらのマキタタイプとボッシュタイプ、ジグソー本体につけるところの形が違います。マキタタイプはこのように穴が開いていてストレートな状態になっています。でボッシュタイプはここに両方突起があって、ワンタッチでジグソーにつけれるようになっています。これは穴開いていませんが、マキタタイプと同じように使えます。それでこのマキタタイプなのですが、この穴のところでよく折れてしまいます、こういう状態ですね。当然穴が開いているので、ここが一番弱くてここで折れてしまいます。でそれで、私はいつもこの折れてしまったやつ、これをリサイクルして使っています。やり方としては、この穴が開いてないのと同じ状態でこの幅でグラインダーで削り落としています。こういう形でこれと同じ幅にグラインダーで削り落としています。これとこれ同じ元は刃なんですが、削った分当然刃の部分が短くなりますが、これでもまだ20ミリか25ミリぐらいの厚みのものは切れます。こちらはみんな再生した刃です。だいたいブレードが切れ味が落ちる前にここのところで折れてしまって使えなくなるパターンがあるので、切れる刃を捨てるのももったいないので削って使うようにしています。これとかはもう一回根元で折れてしまっても、もう一回削れば使えるかもしれないです。使える刃を捨てるのももったいないので、グラインダーを持っている人は試していただければいいかと思います。今回のおまけはジグソーのブレードをリサイクルする情報でした。ありがとうございました。